これ冒頭のですね、一番最初にキキが映るシーンです。で、まだ黒い服ではないです。で、黒服は旅立ちのですね、夜に着せられるんです。つまり、黒い服を着るというのは魔女になった印ですね。で、えー、魔女になったら、ここから先キキはずっと一生黒い服を着るんですけども、えー、原作でですね、この黒い服を着る理由が書いてあって、なんでかというと、かつての弾圧時代の名残りだと。 つまり魔女というのはいろいろ悪いことをする存在だというふうに思われてたのでそうではありませんと私たちは質素に慎ましく生きていますというふうなことで黒い服を着るというのが、まあ、一番最初ですねあのお母さんのコリコさんが危機に説明しているんですけどもですね、えー、ただこの原作の設定をですね宮崎駿は採用してないんですよねあの宮崎駿がこので黒い服を着るのかというと一番粗末な服を着るとだってそれが修行だろうと。 修行というのは一番粗末な服を着てやるものだからっていうふうにですね、言ってるんですね。あの、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。このアート・オブ・キキズ・デリバリーってですね、あの、魔女の卓球瓶のまあまあ美術本があるんですけども、これの中で一夏にした理由っていうのを書いてます。一夏っていうのはどういう意味かっていうと、実はあの原作版の魔女の卓球便ではですね、一年の話なんですね。で、この一年の話っていうのを、 えー、映画のアニメの「魔女の宅急便」ではですね夏の初めから終わりの話にこうキュッと縮めてるんですねでその理由は何でかっていうとまあ夏のですねバカンスも盛んな街じゃないですかだからみんな派手で綺麗な服を着てるとでそんな街に一夏の間黒い服で行くですね惨めさっていうのを主人公に味わわせたかったとしかしですねその理由だったらこの 冒頭寝転んでる真っ赤なリボンですね。巨大なリボン。これをね、つけたままっていうのはね、ちょっとこう矛盾してるんですね。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひ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 チャンネル登録よろしくお願いします。